慶応義塾大学法学部の英語を公表していきたいと思います。単語クイズみたいなもんでさっと解ける問題でした。変な問題知ってるからね、自分は解けちゃうけど、やっぱ受験生は相当大変だと思うよ。うん、正常わかんないよっていうとですね、選択肢がヒントになりますから。で始まりましたモチチャンネルです。さてさて、今回はですね、慶応義塾大学法学部の英語を公表していきたいと思います。一体何の力を求めているの法学部はというですね、いろんなところから声が上がりましたが、見ていきたいと思います。すごい簡単になりましたよとかって声がありますけど、法学部より簡単でしょうとかって言ってますけど、そんなことはないですね。もちろん時間が足らないっていう声いっぱい来ましたね。法学部それはそうです、普通足りないと思いますけど、40分ぐらいで終わったけど。では法学部見ていきましょう。最初のですね、この謎のですね、便宜上こうやって2つ横に並べてますけど、実際の試験ではこれ縦に並んでるので非常に分かりづらい。2つ意味があるものが並んでますね。くっつけて意味のある単語を作れってことなんですよ。 The butt, are, hat, leg, now っていう風にそれぞれ意味のある単語になってますね。その隣も and, bit, and, her, here って全部意味のある単語になってるじゃないですか。でこの2つをくっつけて1つの単語を作りなさいって、これさ一生懸命1個ずつやっていけば絶対答え出るよね。答えの単語何単語じゃないからさっていう、すごく不思議な問題でした。だから答えとしてはバッンですね、ボタンでしょ。で around hatred、 こういうのがめんどくさいよね。やっぱね、この音が変わるやつ、 hat だったのが hatred に変わるわけじゃん、 a に変わるから、こういうのが結構頭の中でうーってなった。 leg は end とくっつけて legend ですね。で now は here とくっつけて nowhere でしょ。もう音が変わるんだもん。で or が orbit に変わるでしょ。で plea が pleasure に変わるわけですね、 sure とくっついて。 runっていうのがランキングですね、はい。まあ、これは音そのままなんで分かりやすかった。で次は start だったら startled で wit が heart くっついて wither に変わりますからね、っていう謎の問題でした。はい、まあ、これはちょっとやり方さえ分かってれば、まあ、単なる単語クイズみたいなもんでさっと解ける問題でした。変な問題。続いて、はい、激ムズ単語が並んでいて、なんだこれみたいなやつですが、まあ今回は解きやすい方じゃないかな。もちろん出てくる単語は知らないと思いますよ。受験生が知ってるわけないです、こんなの。ただやっぱり選択肢で禁止分けられるじゃないですか。名詞と動詞と、ちょっと今回ね、形容詞なのこれ、副詞なのっていうのがちょっとね、あったんですけど、そう、時々あるんですよ。どっちか判断できないよみたいなの。まあ私、形容法、答申で担当してましたから。で、最初が divested とか divested ってやつですけど、このベストがこれ服ですよね。服のベスト。で、それが、で、離れるなんで、こう、奪うってやつ。まあ、それが分かんなくてもね、この後ろにオブくっついてたりして分かったりするんだけどね。あ、でも、パチョリモニーも知らないか。なんで、6のディプライブですぐ分かるんだけど、難しいよね。次は、パチョリモニーっていうのは、パットっていうのが、ファーダーのことを表すんで、父親を表す、この世襲財産とかなんですね。なんで、7。このインヘリットとかね、ファーダーっていうのがついてるから。知ってるからね、自分は解けちゃうけど、やっぱ受験生は相当大変だと思うよ。次のインカンデセントも知ってるから、自分自身、これ白熱のっていうのを表す受験生にはきついでしょう。で次はマラインドですね。これは抽象するとかですね。マルっていうのが悪いって意味じゃないですか。だからそっから推測できるといいかなと思いますね。で次はランサック、こう探すってやつね。これも英検1級だったかな、英単語検定1級だったかな、覚えたな昔。探すで次はノンシャラントリー、ノンシャラントってなんかね、こう発音が面白くて覚えたんだよね。無頓着だから3で、次はベスティジオ、むずい単語だな。残ってるものだっけ、痕跡とかでなかったなんか2で、次はビホーブ、普通ビフーブじゃないのって思ったんだけど、まあまあまあ同じ意味なんですね。必要があるとかってやつね、めっちゃむずいよねこれね。で次はアクリモニー、アクリモニーはまあまあまあ英検1級とかやってる人だったらまあまあよく見る基礎単語とか、アクリモニーとかアクリモニアスですね。まあ早慶でも出たことはありますね、過去に。説問になってたか忘れちゃいましたけど、辛辣さとかね。で次はディレクタブリー、ディレクタブルっていうのが魅力的なとか美味しいってやつですね。ぶっちゃけ文脈と形と語源のいろんなところから攻めていけば解けなくはないと思う。まあ1ミスしたら自動的にもう1個ミスになっちゃうんで、2ミスとかでいけんじゃないかなと思った。続いて会話ですね。これはなんかイディオム出たらどうしようとかってね、結構いろいろ相談されたんですよ、受験生にね。この体の部分のイディオムを覚えるためにどうしたらいいですかとか、動物を使ったイディオム出たらどうすればいいですか。いやそんなもんやったところで損だっつって伝えておいたんで、それ良かったですね。いいアドバイスだったと思います。知らなかったらもう知らないでいけって言いました。それだけのためにやるな、そのためだけになんかウェブサイトとかね見つけて暗記とかするなと。それで出なかったらどうすんだって。これ東大英語の時もそうでした。言葉
座が載ってるウェブサイト教えてください。いやだからそれで言葉図出なかったらどうすんの、英作文で。だから今回会話がだいぶ楽になりました。非常に簡単ですね。今までのレベルに比べればだいぶ楽です。最初が I must confess ですね。言わなきゃいけないというか告白しなきゃいけないよみたいなやつね。で次が I can get enough of superhero movies ですね。そう、 I can get enough of ですね。これも得ても十分得られない、だからもっと欲しいもっと欲しいみたいですね。それにもう夢中ですっていう感じで、次が could well be、そうかもねみたいなやつでね。でこれ離れてんだよね、このイディオムが。今度下の方に行ってイディオム問題続きが I guess my concern is that ですね。これが気になるって言って、まあざっと来てて、どう考えても後ろに SV 続くだろうっていうのが分かるので、だいぶ切れるし、次は Let me get this straight、 これよく使う表現ですよ、普段。はっきりさせるとか、ね、はっきり理解させるってやつ。これだから初めて今回日本語訳を見た。Let me get this straight とかっていうと普段聞くし、映画とか当然見ててもよく出てくるんですけど、なんか日本語を通して覚えてない表現ですよ。なるほどって思った。で次はまあ意味でいけちゃうんで、次のグループはこれは簡単だったんじゃないかなと思うんですね。More than just because I'm a guy。 あ、そうそう、今回ね男性と女性話してるんで分かりやすいです。どっちの人が言うセリフかっていうのが想像できるんで。で次は5が Perhaps you were fed those kinds of movies because you're a boy ですね。あなたがボーイなんだからっていうので、当然女性が話すセリフだっていうのも分かるし、 those kinds of movies っていうのも指すものがあるから非常に分かりやすい。で次 More traditionally masculine than the male character ですね。メールキャラクターよりもマスキュリンであるっていうのが、ってことはこれ女性のキャラクターについて話すわけじゃないですか。The female characters が出てくるだろうなっていうことも推測できるので、だいぶ入れやすいです。ですが In having typically feminine qualities っていうのはこれ intersing で Whose value lies っていうのが前に来てるから、というふうに形や意味、そして誰が話してるかっていうのを考えればすぐに答えが出る問題になっています。で最後は In ways other than physical violence and cruel insults でおしまい。 だいぶ会話が以下しました。会話が以下ゲームで、次はインタビュー。これ苦手な人多いですね。だからインタビュー問題どうしたらいいですかっていう風に、ね、来るんだけど、もちろんまあ様々な過去問で対策するっていうことと、あとヒントになる語句が隠されてるから、それをちゃんと見つけなさいってやつです。だから今回もすぐに答えを出しやすいやつと出しにくいやつがありますよね。だから最初の257とかは行きやすいと思うね。ただその一番最初のやつから行く必要はないから、それが分かんないんだったら次別のものに行けばいいから、その二つ目の語とか I think that's more of a gut feeling、 gut feeling 直感とかね出ているのも分かりやすいし、次の34のところに mother って書いてあるから、その前に7の my mom's generation を入れやすいし、で34の後に4の father が来るっていうのは分かるので、だから33、34から攻めていくっていうのも手です。でその後の60は話の内容分かってないとだいぶ難しいと思うんですよ。ただその後の31は結構いけるんですよ。38のところに those kinds of movements って書いてあるから、その前に movements が来てるはずなんで3をここに入れられるし、で1の 21st century doesn't need leaders っていうのも入れやすいですね。なんでこの74と31を削った段階で31、32、35、36で4択の中で戦っていくとちょっと解きやすいかなと思いました。受験生の目線で言ったらです。でもまあ時間ないからね、そんなこと考えてるね。まあ焦っちゃって何回も読んじゃったって人が多かったと思います。はい、続いて長文です。読みやすいやつですね。今年は読みやすかったですとかって来てますけど、刑法は読みやすいですかね、基本的には。私が YouTube に登場してから、慶応法学部が日本で難しい英語だとかっていうのは嘘だっていうのを言い続けて、はい、それは払拭されましたけど、広告に関するものですね。まあまあまあ、まあ、自分自身ももう YouTube やってて当然広告収入っていうのはあるし、さらには自分の塾ね、武田塾、自分の塾で広告を出すこともやってるので、オンラインに出したりするし、外に実際に出したりとか、地元市、新聞にも出してるんで、すごくよくわかるというか、痛感できるし、さらにはスーパーボールの話出てますね、アメフトの。まあ、ついこの間行われましたけど、アメリカでも。スーパーボールの一つのね、コマーシャルにめちゃめちゃお金がかかってるっていうのは、これもすごくアメリカでは有名なことで、まあ、まさに留学してた時もみんなそのコマーシャルを楽しみにしてましたからね、スーパーボールって。今年はどんなコマーシャルが見れるんだ。で、そのスーパーボールの時のためだけに作られた、一試合のためだけに作られたコマーシャルですから。で、それがまた話題になってね、で、まあ、ネットでまた拡散されたりとかってするわけです。まあ、そういうので、よく知ってるトピックだったんで簡単でした。第一段落はまあ明らかに言えるのはもう2しかないですね。1は矛盾してるし、3と4は知るかって感じじゃん。どうしてそれが言えるの？ちゃんと推論できるものは2しかありません、ね。自分たちに広告って影響ないよっていうふうに勘違いしてるんですよね。2番目が B から言えるものはっていうのは、これはまあ5なんだけど、こんなの分かんなくたって分かるじゃんっていう感じですけどね。アメフトっていうのは女性より男性の方が見る。まあもちろん本部読めば分かるし、それも。次が We are the product。
ていうのは1ですね。そうです。オーディエンスっていうのがアドバタイジングカンパニーに売られてるものみたいね。まあこれはちゃんと読んでいればわかりますね。で、次の並べ替えは結構難しいと思いますね。ウィッチの後で動詞と名詞両方の役割があるやつには気をつけろっていうですね。で、今回は pictures っていうのをちゃんと動詞だとわかんないといけない。で、several people boxed according to income level。 income level によってこう囲まれてるとか、まあ箱に詰めるって考えても解ける人はその文脈でわかるんでっていうやつ。まあアコーディングですね、これに応じてはわかりやすいです。前の部分ですね、ピクチャーの動詞をちゃんと見抜けるか、並べ替えは解けなかった人多いと思う。次の文正序ですね。文正序わかんないよっていう人ですね、選択肢がヒントになりますから、この6、8、2、1が最初に来てるでしょ。だから6、8、2、1を読んで、2が一番最初に段落の始めとしてはしっくりくるなって思ったんですよ。まあ8は絶対ありえないと思って読んで、2読んで、あこいつだろうなって思って、2、5、1、6、4、8、3、7って読んでって、あぴったりだと思ったから、6見ていきなりこんなお金の話する、前の段落とそんな繋がんねえぞってなって、8見てこれ全然違うと、全く合ってない、なんだこのプロクター&ギャンブルとか、いきなりまたやめてギャンブルの話、全然合ってないと思って、で3見て、 Although we like to think of advertising as important, it is in fact the most important aspect of the mass media って言って、おこれトピックセンテンスにぴったりじゃないみたいにね思って読んでたらスーッといけたんで、だからこの段落正序、皆さん多分時間すごいかけてたかもしれないですけど、すごく早く解けるんですよ。次が especially worrying に当たるもの、この有名なニュースペーパーでも金金だぜみたいになってるってね、まあお金は大事です。で次がこれちょっとね難しいかな。 Now you can turn your target market into a captive audience。 このキャプティブオーディエンスっていうの知らないとね、あの囚われの聴衆、私も表現を知ってたから、あの聞きたくなくてもこう聞こえるようなやつ、勝手に耳に入ってくるとか勝手に目に入るみたいなやつね。なんでそういう話をしてたんで、まあわかるけど、ちょっと知らない人は難しいかな。でオーサーが言ってないものですね、これ5は違うでしょ。これ最初に見ておいた方がいいですね。この47に関しては細かい数字とかも出てるので、だから自分自身は1と2はあ細かい数字では覚えてねえってなって、5はんこれはおかしくねってなって、6見ては絶対違うなって思ったからもう5を選びました。1と2は確認しに行かなかった、なんか言ってた気もすんなと思いながら。で最後はまあこれは Hidden Relationship Advertising and Media ですね。はい、これはもう完全なるトピックですから、はい、という感じで、まあ今年もちょこっといろいろと変化はありましたけども、どうだったでしょうか、ぜひコメント欄でお聞かせください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。